人物主義とは、道徳教育において、道徳関連を最高理想とし、その具現化を目指した人物の行為を通して、徳を身につける、という考え方を言う。第二次世界大戦以前の日本の終身下の、国定教科書において、この傾向が顕著に見られた。以下、日本の事情について記述する。明治維新以来、終身教育は、様々な論争が展開されてきたが、 教育直後の発布10月30日によって方向性が示され次第に収束していった。翌1891年には小学校教則大校と小学校就寝教科用図書検定基準が策定され、直後の中に示された高校、博愛、義勇など12の特目に従った教科書がわずか2年のうちに80冊も検定を通過した。これらの教科書は、 特目主義と呼ばれる構成をとっていた。これは、直後に示された特目を順に配列し、学年を追うごとに徐々に程度を高めていく、というものであった。しかし、このような、教育直後の特目解説書ともいえる、無味乾燥な教科書は、当時流行していたヨハンフリードリヒヘルバルト学派の思想の影響を受け、児童、生徒の興味を喚起すべく、 歴史上模範となる人物の伝記を主体とするものに変わっていった。人物主義が導入されて間もなく、日清戦争が勃発し、国家主義の傾向が高まると、終身教科書の国定化が議論されるようになった。福沢諭吉、富山正一らは国定化に反発する意見を表明したが、1902年に教科書疑獄事件が発生したことによる世論の指示を受け、 翌1903年の小学校例改正を経て、1904年に第一期国定教科書が誕生した。第一期国定教科書は、特目主義と人物主義を併用するという編集方針のもとに作成されたが、各界から批判が集中した。特に人物主義の根底をなすヘルバルト学派からは、人物伝が細切れになって、 児童の関心を無視していることや無理に人物連を特目と結びつけていると非難された。この批判を受けて1910年に発刊された第二期、国定教科書は一人の人物を三家にわたって取り上げるという配慮が見られた。その後、第三期から第五期まで国定教科書は強調点を変えながら改定されたが、基本的には特目主義と人物主義を踏襲した。 検定教科書時代には、菅原道真や伊藤人才、楠木正重などが取り上げられた。第一期国定教科書では、日本人だけでなく、エイブラハムリンカーンや、フローレンス・ナイチンゲールといった、欧米の偉人が13人紹介され、5つの国定教科書のうちで最多であった。第二期国定教科書では、天皇制に基づく絶対主義体制のもと、欧米人は5人に削減され、 二宮尊徳をはじめとした日本人の令和が増加した。2002年4月、文部科学省は全国の小中学校に心のノートという補助教材を無償配布したが、教科用図書検定を経ることなく配布したなどとして、非難する声が上がった。この中では、戦前に多く取り上げられた成人君子に代わり、現役のスポーツ選手が登場して、児童、 生徒らにメッセージを寄せており、人物主義を会話見ることができる。実在した人物を扱うため、児童、生徒が興味を抱きやすいという利点がある。一方、欠点としては特目に結びつけるために、無理に、電気、偶話を導入したり、訓戒を付加していることが挙げられる。ありがとうございます。